ラハンウェイン抵抗軍、別名リーウィン抵抗軍は、ソマリア南部で活動していた軍閥。ソマリアの氏族、ラハンウェインにより1995年に結成され、2002年には南西ソマリア国として独立宣言した。2004年からソマリア暫定連邦政府に参加後、しばらくして自然消滅。ソマリアの氏族分布。赤色地域が、 ラハンウェイン氏族居住地域ソマリアでは1980年代から内戦が勃発した。内戦初期は、氏族、氏族単位に分かれての反政府運動といった予想だったが、ハビエ氏族を中心とした軍閥統一ソマリ会議が力をつけて1990年に首都モナディを奪取し、それまでのソマリア政府に代わって最大勢力となった。ところが、その USC が、 ソマリ国民同盟とソマリ旧国同盟に分裂して、モガディシュで戦闘を始め、国連軍の介入も失敗して内戦は、泥沼化。1995年9月、SNA の指導者、モハメット・アイティードの息子、フセイン・アイティードが、SNA の一軍を率いて、ラハンウェイン氏族居住地域の主要都市、バイドアを占拠。これに反抗した。 ラハンウェイン氏族の有力者が10月13日、バイドアの西の町ジャフェイで、ラハンウェイン抵抗軍を結成した。ラハンウェイン抵抗軍の幹部は、旧軍将校、宗教指導者、知識人などから構成された。ラハンウェイン抵抗軍は、SNA との戦闘を開始。SNA は1996年1月に、フドゥールを占拠。7月になると、モハメット・アイティードが暗殺され、 フセインアイディードが指導者を継ぐも SNB は次第に力を失った。ハサンシャティガルドが当初はラニーチ司令官として参加し、1997年から議長になった。副議長にはアダン・モハメド・ヌール・マドベ、第二副議長にはムハンマド・イブラヒム・ハブサデが就任した。1998年10月にラハン・ウェイン抵抗軍はフドゥールを占挙。これにより、 世界がラハンウェイン抵抗軍の名を知ることとなった。1999年6月6日にはバイドアを選挙。2000年ジブチのアルタにてソマリアの有力軍閥代表が会合してソマリア暫定国民政府が成立する。しかし暫定国民政府は求心力が弱く SNA、ラハンウェイン抵抗軍のいずれも参加しなかった。SNA を率いるフセンアイディードは 2001年、暫定国民政府に対抗して、ソマリアは開催制評議会を結成した。ラハンウェイン氏族は、単純な統一国家を目指す TNG への参加に、消極的だったが、一方で、ラハンウェイン居住地域を荒らしたフセインアイディードの SRRC への参加もためらわれた。結局、リーダーのシャティガドドは、SRRC への参加を表明。 2001年5月27日には TNG の支配地域ワンダウェインを攻撃している。12月に TNG からジブチでの会談を提案されるがシャティガルドは拒否。シャティガルドは2002年2月のインタビューでラの戦力が4000名であると語っている。またソマリアを連邦制とすることを望んでいるとも語った。2002年4月1日。 ラハンウェイン抵抗軍の指導者シャティガドドは支配地域を南西ソマリアとして独立宣言。ただし形式上はラと南西ソマリアとは別組織とされ、シャティガドドはラの議長であり、南西ソマリアの大統領でもあった。南西ソマリアはラハンウェイン氏族の長老、ラ幹部、地元の宗教指導者、企業家など36名からなる。 朝廷委員会が運営することになった。2002年6月上旬、シャティガルドはエチオピアを訪問。これが後のソマリア暫定連邦政府につながる。ただし、窓辺やハブサデとのわだかまりの原因ともなる。6月下旬、副議長だった窓辺と、ハブサデがシャティガルドの下を離脱し、ラ内部の構想が始まる。 窓辺らの離脱は別の軍閥ジュバ警告連合の格索との説もあったが、ジュバ警告連合はこれを否定している。7月22日、窓辺は自身が乱議長になったと宣言。8月、シャティガルドがバイドアを脱会。9月、シャティガルドと窓辺は休戦協定を結んだ。2003年10月にはバイドア近郊の戦闘で数百名が避難している。 2004年には、ソマリア暫定連邦政府が成立。TFG は、地方自治を大きく認める連邦制を標榜しており、南西ソマリアもこれに参加。2005年5月、シャティガドドとマドベの連合軍が、ハブサでの支配地域を攻撃。2006年、イスラーム武装勢力イスラーム法廷会議が急速に力をつけ、ソマリア南部の多くの地域を支配。 ラの本拠地、バイドアのすぐそばまで支配地域を広げるが、エチオピアの参戦により、イスラム法廷会議は衰退。2008年、別のイスラーム武装勢力アルシャバブが力をつけ、ラの支配地域を含むソマリア南部を占拠。ラの本拠地、バイドアも、2012年までアルシャバブの支配下となった。2014年には、シャリフ・ハッサン・シェイハーデンが南西ソマリアを再結成するが、 らは関与せず、ありがとうございます。